伏見線はかつて京都市内に付設されていた京都市電の軌道路線である。1895年に京都電気鉄道によって開業された日本初の路面電車。営業用の電車としても日本で最初である。琵琶湖疎水の改作に伴って建設された水力発電所の電力を利用した。平安線と1100年祭記念事業の一環として建設され、 1918年に京都市に買収された。京都市下京区塩工事高倉から武田街道を経由し、伏見区の京阪電気鉄道中小島駅までを結んでいた。平用軌道の他防備隊非護長官に専用軌道を有していた。京都市買収後、機関は狂気線6 7 m m から標準期 1435mm に拡張された。 毎年正月三が日には、京都駅から日本有数の初詣客で賑わいを見せる伏見稲荷大社への参拝客を輸送し、平時には京都市街と伏見を結ぶ重要な路線であったが、1970年に75年の歴史に幕を閉じた。伏見線は、その平洋軌道部が道路の東側に寄っていたことが廃止を早めた要素として挙げられている。すなわち、 肝心教育北では、河川の暗渠化により、中央を走るようになったがそれ以南は相変わらず、東側を走っており、この部分で道路を遮る形となったこと、さらにこの道路、竹田街道が国道24号でもあり、自動車の交通量も多かったことなどを理由とするものである。停留所、交差する通りを示す。接続、距離、急行停車駅は、 路線図参照1963年6月20日から1969年9月30日のものを示す電気鉄道事業発祥の地記念日。ありがとうございます。